足利事件のやり直しの裁判で、警察庁の科学警察研究所の所長が証人として出廷し、逮捕の決め手となった。当時の dna 鑑定は識別能力が低かったなどと証言しました。自分としてはもう。加計研の人たちは。間違っているんですから。もう。自分に謝ってもらいたいと。 菅谷敏和さんは事件が起きた翌年の1991年警察庁の家計研で行われた DNA 鑑定が決め手となり逮捕されその後、無期懲役の判決が確定しましたきょうの裁判には家計研の福島博文署長が出廷し当時の鑑定法は個人を識別する能力が低くたとえ DNA 型が一致しても別人の場合もあるということはその後の研究で分かったなどと述べました。